さっきから小綺麗な喧嘩やな。桐生さんよ、格闘技の試合ちゃうんやぞ。俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いに。ルールなんぞありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。なら、お前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。そうや、あんたはそっちのが本性出とるけど、見かけ倒しちゃうやろな。試してみたらどうだ、若造。よっしゃ、第二ラウンドや。楽しませてくれや。次はどこを狙いますか？どうします？うまく狙えましたか？自動で動きます。おめでとうございます。俺のこと見られたか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。しかし、一方でその裏付けはできてないんだな。本当に連中が近江連合かはお前にもわからん。ああ、そんなことよりさっきのスマホを返してくれ。奴らから電話が来た時、俺が出ねえと鼻がやばい。それは気にしなくていい。どうせスマホは電波を遮断している。
GPS でこっちの場所を探知されちゃ困るんでな。どういうことだ。要するに向こうが電話をかけてもこっちには繋がらないってことだよ。だったらなんでここに連れてきた。状況を報告してもらうためだ。まだ終わってないぞ。誰が質問していいと言った。いい加減にしろ。話になんねえ。そりゃ話にならないわけだ。お前は自分が何だと思ってる。こんなことをやってる場合じゃねえんだ。中奴らだってこっちとの連絡がつかなきゃ。その代わりこれ何。もう花輪がさらわれた時点である程度拷問にかけられ何も喋らないなんてまず無理だ。だがまあ我々は、あんた、あいつが本当に大道寺に忠実なら、そうでないなら、そいつはそれとも知ったふうな口を聞く。やれ。初めからこうしてねえよ。伝説の極道だったらしいが、結局これからは特別扱いもしない。任務とあらば、それをもし断れば、俺の名前は吉村だ。自分の立場を分からせてやれ。今ならまだ。我々も好きでこんなことをやる。まあでもこれからは一緒に自己紹介を兼ねて。仲間が敵にさ。なのにお前らもいつ見捨てられるか分かんねえかもな。でも失礼。お邪魔いたします。何か。皆さんにお見せ。先ほど桐生さんにお持ちいただいたスマホです。電源を入れるとまずいのでしたっけ。GPS で敵にこの場所が知られてし。だったらなんで切らない。それはもちろん。おい、何やってる。自己紹介するときはたっぷり殴るのがここの流儀だったな。だったらお互いによく知り合おうじゃねえか。上流てめえ行くぜ。いざとなると暴力で解決してしまう。我々の修行はまだ道半ばですな。あんた、よかったのか。こんな真似したらまずいことに。お気になさらず。私は本物の僧侶ではありませんし、この寺も私もまがいものです。大道寺一派の隠れ蓑にすぎません。それはまあそうじゃねえかって気はしてた。花輪さんを助けてあげてください。今ので倒れてくれると楽だったんだが。
いい加減諦めたらどうだ。やってくれたな。花は一人のためにお前は大道寺全体を敵に回した。そこをどけ。俺は能なしの指揮官に愛想を尽かしただけだ。なんだってそうまでして花輪を助ける。あいつだって所詮はお前の監視者だ。どっかで拷問されようが殺されようが別に構わんだろう。俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。こんな人間の面白くもねえ人生を今全部知ってくれてるのはあいつだけだ。ふん、道島の竜ともあろうもんが惨めったらしい話しやがって。今日花輪は極道に銃を突きつけられた時、自分のことは助けなくていいと言った。てめえの命よりも俺や俺の大事にしてる人間を優先してくれとな。そんな男を見捨ててお前らの言いなりになったらその後俺に何が残る。はっ、なんだそりゃ。知ったことかよ。そうだな。お前には伝わるわけがねえと思ってた。それならそれで構わねえ。だが俺の道を邪魔するってんならこっちは力ずくで押し通らせてもらう。そうか、上等だ。やってみな。そんなもんか。